はい、どうも皆さんこんにちは、はんにゃです。ということで今回はメタルスラッグ5の方をね、やっていきたいと思います。はい、キャラクターはね、4の時にねちょっと新キャラクターが2名出てたんですけども、また前回に戻って、2、3で一緒だったエリーとターマとフィオですね。フィオブッサイクやなこのパターンのということで、やっていきたいと思います。毎回キャラクターセレクトがなんかね特徴的で面白いですね。ういなんかパターンが違うぞ今回。ジャングルか、敵もなんかちょっと違いますね。あの普通の兵士とかじゃないですねさあ今回もね、100円つぎ込み実況ということなので、何回死んだかっていうね、コンティニューをした回数イコール100円をつぎ込むことになりますので、まあ、その合計回数が一体いくらになるのか、金額にしてね、そこをちょっとね確認しつつやっていきたいと思います。いいな、なんかアマゾンっぽいこの感じ。あー切られたー、早速死んでしまったぞ。おじいちゃん、さあヘリが来ましたね。よし行くぜじっちゃん。今回なんかいいですねこのアマゾンっぽい感じが。おらおらおら、毎回ステージがねなんかこう世界の各国をイメージしたようなステージが、まあ、出てくるんですけどもおーい危ない危ない。でなんかメタルスラッグ結構音楽もいいですよね。レトロ感、まあ、レトロっていうほどのゲームでもないんですけど。おいなんか変なやつ来たな、なんだあの原住民みたいなやつは。こいつなんだこいつ、あれこれスライディングできるやん。何これ今作から十字キーと十字キー下と×ボタンを押したらどうやらスライディングできますね。なんか気持ち的にはロックマン2から3になってあのスライディングができるようになった、あのロックマンをイメージしてもらえればなと思うんですけど。ちなみに6とか、なんだこれなんか嫌な予感するなこれ。怖い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 、これはなんかマリオワールド4思い出すわ何この虫みたいなの、キモいキモい。ロックマンみたいになってきたなちょっと怖いやー、この虫のあれやばいやろ絶対。気持ち悪い気持ち悪い、もう気持ち悪い。もうこれ先行こう、落ちてくるんだろうせ。うわー気持ち悪い、虫気持ち悪いな。ほらこいつが気持ち悪いやもう虫だな。なんかあれですね、ハモナプトラみたいでいいですね、この古代の遺跡みたいなね。ほらおしない、なになにこれ、ちょっと謎が多いなこれ。難しいぞ、スライディングめっちゃ忘れちゃうわ普段使わないから。上には打てないんか、危ねお怖いなこの日。なんか死んでるやつおる、気持ち悪い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 よ気持ち悪いよ、気持ち悪い気持ち悪い、やらんかったよかった今、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、もうち悪い僕ね、毎回ゲーム撮るとき朝の4時とか5時にやってるんですけど、もうこれめちゃくちゃ今眠たいんですよね。こう眠い中でもうなんでやってんだ。おお何これロボット、ちょっと何これ
めっちゃハイテクやん。え、何これ何これ、なんで後ろ向いてんのこれ、なんでこっち向けないの。 OK、 ちょっとあれですね、5からだいぶリアルになってきますね。タンクの後ろ向くっていうのがこのこれができるようになってのが大きいな。よし倒せないな、ほら気持ち悪い、虫が倒せないんだなこれ。てかこれもう早くもあれですよね、もうつぎ込みになりそうな、コンティニューしそうな勢いがプンプンするんですけど、何これ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 、もういっぱい出てくる、いっぱい出てくるじゃん。なんかオッケー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 、このロボット強いな、めっちゃ使える、あいつも硬いぞ。お、なにこれなにこれ、なんかロックマンのあのロックマン X のなんかあのロボットみたいな、あれあの感じですね。ジャンプしてこの二段ジャンプができる感じ。分かってもらえるかな。あーもうこっち行けないんか、こっち来てこっち来て、めっちゃ声聞こえてくるんだよ。こっちに行けないんかな。あ行けるやん、これなんか倒れてる敵って何なんだろう。なに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 、これ何ボス、これボスなの。ええ、ボスこれ、あぶねあぶね、え、これボス買って、あぶね、あー死んじゃった、なにこれなにこれなにこれ、かってえな。お、倒した倒した、戻ってますよねこれ。分岐がなんかいっぱいあるんでね、ほんとは見せたい。あ進んでるな、スライディング慣れないわー。てかこれ敵やん、これコウモリ、めっちゃ出てくるめっちゃ出てくる、もうオッケーオッケー、いやーもう気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、ギリギリ届かない、あー死んだ。これステージ1から結構長いな。でもあれかな、なんか分岐の生き方によってステージの長さとか変わるんですかね、もしかしたら。あもうボスっぽいな。でもこれこれ絶対ボスだろこれ。よいしょーよいしょーよいしょー、危ない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 、これは無理だよ、あんまり近づいて、あーこれは避けれない、今のし爆弾を投げまくるんや、うん、あー避けれんかあれ。さあステージ1にして早くも使っちゃいましたね。はい、あれ馬みたいになってオープンの、あぶねー倒した、よし
まあ、ボス戦で絶対1回はコンティニューするな。いや今回のステージ1はなかなか長かったですね。やり込みがちょっと増えてるって感じはしますけど、ちょっと4と5からちょっと一気になんか感じが変わった気がしますね僕は。さあ次がステージ2ですね。だいたい6分とかでね、なんだこれ、おじいさん、え、何これ新しいな、今何だったんだろう、めっちゃ気になるな。え、なんか音楽が今度テキサスみたいだな。なんかあの敵が違うんですよね本作から、敵の感じが、敵兵がかっこよくなってるんですよね。取れるかあれ、よし OK。 はっ、なんか嫌な予感する、これ早めにこっち行っといた方がいい。よし OK。 これ絶対なんかあれだ、これないか、危ない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 、よいしょ、毎回落ちそうになるな。よし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 、早く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 行かんと、これ多分潰されるやつだ。よし OK。 よしいいね。もう乗り降りちゃうのこれ。なんかメタルスラック曲いいな。何回も言ってるけど、なんだあいつ、ショッカーみたいに出てきた。え、これ敵？何やこれ。ああ、上からも来るやつか。よしよしよし。あ、早い早い早い。これはなかなか。これスライディングめっちゃ忘れちゃうんですよね。多分有効活動しないと。うわー、ショッカー。スライディングしながら撃てるってこれめっちゃかっこいいですね。あー、危ね、めっちゃタンク来るやん。なんかタンクの種類もちょっと変わってるような気がするんですけどね。尺貫、何この亀みたいな。あー、マジか、やっちゃった、今のは痛い。これ硬いんだよ。やっぱ早い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 超なんか高速で下降りてるみたいになってるけど。わあ、なんかいっぱい来た、いっぱい来た。オッケーオッケー、意外と戦えるな。オッケー、あと1体。オッケー。このスライディングでうまいことかわしたいですよね。めっちゃかっこいいな、このスライディング。これ5以降はできるってことなのかな、ちょっと気になりますね。よし、行くか、蹴散らしちゃるぜ。よし、オッケー。この連打の速さね。なんだあいつ、怪しいな。オッケー。これもこっち行けんのか。あ、これは無理なんだ。
よし、ヘリ来そうだなこれ。なんだなんだ、何が来る、何これ。おお、マジか。聞いてない聞いてない、もうキャラ全然使い分けてないしよってあぶねえ、あぶねえよ。オッケーオッケーオッケー。え、戻んの。あ、なるほどね。うんこだ。よし、かっけえ。これスライディングからジャンプみたいな今の。何来る何来る何来る、今度またこいつらか。この位置におったら大丈夫だな。よし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 、めっちゃネズミ逃げていくやん。これボスかな。ふぅ、これ来るな。うわ、めっちゃおるやん。おお、あぶね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 。よし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 、いい感じいい感じ。ボスか、またこいつらか。あー、やばい、くっそ、これは厄介だ。お、ヘリだ。いや、音楽めっちゃかっこいいな来たね。あれボスっぽいな。めっちゃ狙われてるめっちゃ狙われてるめっちゃ狙われてる。あー、やばいやばいやばい。あー、もうか。やばいやばいやばい、あの青い何。うわ、いや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 、めっちゃ戻ってくる。アイテムなんだね青いのは。うお、怖い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 。よしよしよし、また戻ってくるか。これこれが避けれないんだよね。よっしゃ、うわぁ、弾がなんか戻ってくる。なくなっちゃったね、弾。よし、これでヘビマシンガンを取ったらいいんだな。戻ってくるから。あー、危ない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 。ふぅ。ここはもう死にたくないぞ。絶対越してやる。あー、危ない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 。言ってるそばからね。ちょっと一回キャラ変えようか。久々なんでね、ターマと、エリも使わないとね。まあ、意外とマルコとフィオの方が使ってないかもしれないですけど。とりあえず爆弾は全部投げちゃおう。わー、これ避けれんぞ、避けれんぞ。むずいなー。あ、なんかターマの爆弾が違う。お、避けんのうまっ。さあ、これどっちだ、上かー。ブライ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 。そしてボスめちゃくちゃ硬い。指つりそうや、もう。よし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 、やばい、このパターンやばい、このパターンやばい、このパターン。あー、マジか、これ避けれないよな。薄いぞこのボス。ボスがなかなか硬いんですよね。だいたい1ステージに、あー、燃えた、やばい、2回死んでる。これで、これでとどめを刺す。どっちだどっちだ、上か下か。上だ。よっしゃ、やった。まだし、なんか。あ、結構でも煙吹いてるな。あ、倒してん。あ、マジでもったいないな、今の最後。はい。だいたい10分ですね。結構、5は長い感じはしますね、これ。
前作の4がね、ちょっと意外と早く終わっちゃったんで、余計に長く感じるんですけど。